人間にとって快楽は真っ当に得られるものではない。天から貸し出されるのだ。非常に功利で。こんにちは、本解説チャンネルのサムです。今回はデイビッド・リンデンさんが書かれた快感回路、なぜ気持ちいいのか、なぜやめられないのかという本を解説します。この本はこんなあなたにおすすめです。快感について知りたい。依存症を治したい。脳神経科学に興味がある。そんな方におすすめの本です。人に快感を与えるもの。性行為、薬物、アルコール、高カロリー食、ギャンブル、ゲーム、学習、エクササイズ、ランナーズハイ、慈善行為、瞑想、祈り、踊り、音楽。これらはいずれも人に快感を与えるものです。以上のような行為はなぜ気持ちいいのか、そしてなぜやめられないのか。本書はこれについて知ることができるおすすめの本です。ではとりあえず、いつも通り最初にこの動画の結論を言っておきます。結論。快感を感じる仕組み。それは脳の快感回路においてドーパミンが分泌されることである。このドーパミンの分泌は生存や快楽に紐づいているため、人を突き動かすパワーが段違いに強い。そのため私たちは日々ドーパミンに操られていると言っても過言ではない。だからこそドーパミンについて理解し手なずけることのメリットは非常に大きい。というわけでこの動画では、1、快感とドーパミン、2、ドーパミンのパワー、3、悪徳だけが快感ではないという順番で解説していきますので、ぜひお楽しみください。1、快感とドーパミン。性行為、薬物、アルコール、高カロリー食、ギャンブル、ゲーム、学習、エクササイズ、ランナーズハイ、慈善行為、瞑想、祈り、踊り、音楽。これらはいずれも人に快感を与えるものです。脳の画像研究から分かっている面白いことがあります。それは以下のようなことです。良さそうな行動、例えば慈善活動、税金を納める、未来の出来事について情報を得る。このような良さそうな行動と悪そうな行動、例えば薬物やオーガズムや脂肪たっぷりの食品に喜ぶなど、このような悪そうな行動、これらはいずれも人の脳で快感回路において同じ神経回路が活性化しているということです。いずれの場合も快感回路とか報酬系と呼ばれるような脳の部位を興奮させるものであるということです。このような脳の快感回路においてドーパミンが分泌されるときに私たちは快感を得ます。そしてその快感を記憶し、時間が経つとまたその快感を得たいと欲するようにできています。ドーパミンとは一体どのような脳内物質なのでしょうか。ドーパミンというのは一言で言えばやる気ホルモン。人のやる気、活力、モチベーション、集中力、記憶力、快楽に関わっている大事な脳内物質です。このドーパミンについて理解する上で大事なポイントが3つあります。その3つというのは、快楽に関わる、報酬予測と報酬獲得、強化学習、この3つです。この3つのポイントを理解するとドーパミンへの理解が深まります。それぞれ順番に掘り下げていきます。まず1つ目のポイント、快楽に関わる。ドーパミンは快楽に関わる脳内物質です。このドーパミンが脳内で分泌されるときに私たちは快感を感じています。ドーパミンこそが私たちに快楽を与える物質なので、私たちは繰り返しドーパミンを出せる行為というのを繰り返すようになっていきます。これが1つ目の大事なポイントです。次に2つ目のポイントは、報酬予測と報酬獲得です。この報酬予測と報酬獲得というのはドーパミンが分泌されるタイミングの話です。ドーパミンが分泌されるタイミングには大きく2パターンあります。それが報酬予測と報酬獲得の2パターンです。1つ目の報酬予測というのは、例えば何かいいことがありそうだとか、何か美味しいものが手に入るかもというようなタイミングです。このような報酬を予測するタイミングで私たちはワクワクすると思います。このワクワクの正体がドーパミンです。報酬を予測するタイミングでドーパミンが分泌されて、私たちはワクワクしたりやる気が出たりします。次に2つ目のパターンは報酬獲得です。こっちはわかりやすいのですが、何か美味しい食べ物を手に入れた時とか、お金を稼いだ時とか、目標を達成する時とか、活躍する時とか、そういうタイミングです。そのような報酬を獲得するタイミングでドーパミンが分泌されます。つまり私たちの脳ではまず報酬予測のタイミングでドーパミンが分泌され、やる気や活力や集中力が上がります。そして次にその報酬を見事獲得することができたら、再びドーパミンが分泌されて、私たちは快感や達成感を得ることができる。そのような流れです。また報酬予測については、私たちは一度快楽を得ることができたら、その快楽をまたもう一度得たいと感じやすくなります。例えばもう一度あのチョコレートを食べたいとか、もう一度あの快感を味わいたいみたいなことです。はい、これが3つ目のポイントである、強化学習と呼ばれるものです。3つ目のポイント、強化学習。強化学習というのは、快楽を学習することでもう一度それが欲しいという気持ちが強くなっていくことです。
わかりやすい例として、ビールを飲んだことがない人はビールが飲みたくてたまらないとなることはないです。しかし何度もビールを飲んでいて、その美味しさを知っている人はビールが飲みたくてたまらないとなりやすいです。これこそが強化学習です。ビールを飲んだら気持ちよくなれるとか、筋トレをして筋肉がでかくなったら嬉しくなれるとか、会社で昇進できたら嬉しくなれるみたいな感じで、ドーパミンが出るパターンというのはいろいろあります。そしてこれらはいずれも繰り返すことで強化学習が進みます。そういうわけで、筋トレで気持ちよくなる人はどん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 筋トレをするみたいなことです。このように人それぞれに強化されている行動パターンと強化されていない行動パターンがあり、基本的に私たちは強化されている行動パターンばかりを繰り返していることになります。はい、というわけで以上がドーパミンの基本的な性質です。押さえるべきポイントとしては、快楽に関わること、報酬予測と報酬獲得、そして強化学習、この3つが重要なポイントであるということです。ではここまでで一章の内容をまとめます。脳の快感回路においてドーパミンが分泌されるときに、私たちは快感を得る。性行為、薬物、アルコール、高カロリー食、ギャンブル、ゲーム、学習、エクササイズ、ランナーズハイ、慈善行為、瞑想、祈り、踊り、音楽、これらの快感を伴う行為はいずれも同じ神経回路を活性させている。そしてこのドーパミンについて理解する上で大事なポイントが3つある。その3つというのは、快楽に関わること、報酬予測と報酬獲得、そして強化学習、この3点であるということでした。では続いて2、ドーパミンのパワー。ここまでの解説でわかると思いますが、ドーパミンのパワーは非常に強力です。なぜなら基本的にドーパミンの分泌が生存に有利な行動に紐ついているからです。生存に有利な行動というのは、具体的には食べることや異性を獲得することなどです。この食べることと異性の獲得、この2つが最も根源的なドーパミンが出るタイミングです。そしてやはり生存に有利な行動とか快楽とかに紐づいているだけあって、人を突き動かすパワーが強いです。ドーパミンは人を突き動かす最大の原動力であり、私たちは日々このドーパミンに操られていると言っても過言ではないと思います。ここで気をつけたい点があります。それはドーパミンの性質をとことん研究し、それを利用する人たちがいるということです。例えばビジネスの場で利用されています。ギャンブル、ゲーム、スマホ、 SNS、 買い物、ポルノ、お酒、タバコ、薬物、これらはドーパミンを出しやすい形に最適化されて世に溢れています。しかし以上のものは、簡単にドーパミンを出せる代わりに、やりすぎると体に悪いとかお金がかかるとかのデメリットがあります。だからこそ付き合い方が非常に大事なものです。世の中の構造に気づくべきです。ギャンブル、食べ物、買い物、お酒、タバコ、インターネットポルノ、これらに共通する点を説明します。ワクワクするが長期的に有害な行動が金儲けのために導入される。そしてみんながそれにハマる。その後、厳密で科学的な裏付けのある研究が何十年もかけて確立される。ハマった人たちが知見を得る。そこで初めて依存症からの脱却を試みる。ドーパミンを過剰分泌させるようなものは、基本的にこのような共通点があります。問題なのは、このサイクル全体があまりに有害であるということです。このような有害なサイクルを人はこれまで何回も繰り返してきています。ドーパミンは数ある脳内物質の中でも特に重要です。だからこそドーパミンについて理解することは非常に価値が大きく、さらにその学びを生かすことができれば、ドーパミンを味方につけることができます。ドーパミンをうまく利用し味方につけることができれば、それは理想の自分とか理想の人生に近づくためのとても有効な一手になるでしょう。ではここまでで2章の内容をまとめます。ドーパミンは生存に有利な行動や快楽に紐づいているだけあり、人を突き動かすパワーが強い。人を突き動かす最大の原動力であり、私たちは日々このドーパミンに操られていると言っても過言ではない。でもってこのドーパミンの性質をとことん研究し、それを利用する人もいる。ギャンブル、食べ物、買い物、お酒、タバコ、インターネットポルノ、以上のような依存症ビジネスの仕組みに気づき、適切な距離を保ちながら付き合うことが必要になる。では続いて3、悪徳だけが快感ではない。悪徳なことだけが快感ではありません。薬物、アルコール、高カロリー食、ギャンブル、ゲーム、こういうものはイメージとして悪い行為であるというイメージがあると思います。事実どれもやりすぎると体に悪かったり、健康被害をもたらしたり、社会性を保てなくなるというような恐ろしいリスクをはらんでいます。それに対して学習、エクササイズ、慈善行為、瞑想、祈り、踊り、音楽、これらも同様に人に快感を与えるものです。しかしどれも悪いイメージはないどころか、いいイメージの方が強いと思います。やはり面白いのは、悪徳な行為による快感でも、善良な行為による快感でも、
脳の活性化する部分は同じであるということです。加えてその快感を記憶し、時間が経てばまたその行動をしたいと思う、その行動によりまた快感を得たいと欲するということです。これは非常に面白い点だと思います。そして言わずもがな、どうせハマるんだったら善良な行為にハマった方がいいですよね。悪徳な行為にハマったところでその快感は持続性がありません。なぜかというと、極端にお金がかかるものであったり、脳や体を蝕むものであるからです。ですので重要なのは何にハマるかということです。学習、エクササイズ、運動、慈善行為、瞑想、祈り、踊り、音楽、あとは目標達成とか社会から評価を得る行動とか、こういうものにハマっていった方がトータルで見てお得です。このようなものから得る快感は持続性があるからです。健康被害もなければ、極端にお金がかかるものでもなければ、脳や体を蝕むものでもありません。むしろ健康増進効果があったり、たくさんのお金を稼ぐことにつながったり、脳や体の健康を保てるものです。また自分だけでなく、自分一人ではなく、自分の周りの人も一緒に幸せにできるというようなポテンシャルもあります。悪徳だけが快感じゃない。だからこそ善良な快感を追い求める方が幸福度は高いということです。学習、エクササイズ、運動、慈善行為、瞑想、祈り、踊り、音楽、目標達成、社会から評価を得る、このような善良な行為にチャレンジし、善良な快感を得て、善良なルートによる強化学習を進めるべきです。ではこのあたりで最後に内容をまとめます。 1. 快感とドーパミン。脳の快感回路においてドーパミンが分泌されるときに私たちは快感を覚える。性行為、薬物、アルコール、高カロリー食、ギャンブル、ゲーム、学習、エクササイズ、ランナーズハイ、慈善行為、瞑想、祈り、踊り、音楽、これらの快感を伴う行為はいずれも同じ神経回路を活性化させている。そしてこのドーパミンについて理解する上で重要な3つのポイント、その3つは快楽に関わる報酬予測と報酬獲得、強化学習、この3点である。 2. ドーパミンのパワー。ドーパミンは生存に有利な行動や快楽に紐づいているだけあって、人を突き動かすパワーが強い。人を突き動かす最大の原動力であり、私たちは日々このドーパミンに操られていると言っても過言ではない。またドーパミンの性質をとことん研究し、それを利用する人もいる。このような依存症ビジネスとの付き合い方が重要である。 3. 悪徳だけが快感ではない。どうせハマるんだったら善良な行為にハマるべきです。学習、エクササイズ、運動、慈善行為、瞑想、祈り、踊り、音楽、そして目標達成、社会から評価を得ること、こういったことにハマった方がトータルで得です。また自分一人だけでなく、自分の周りの人も一緒に幸せにできるというようなポテンシャルもあります。ぜひ善良なルートによる強化学習を進めていきましょう。そのためのコツとしては小さく始めることです。たとえ小さな達成感であっても、それにより私たちの脳ではドーパミンが分泌されます。そしてそのルートでの強化学習が進みます。理想の自分から逆算して、自分が育むべき強化学習のルートを少しずつ一つずつコツコツ育てましょう。そうすることで自然と善良な行為にはまっていき、理想の自分に近づくことができるでしょう。今回紹介した本、快感回路、なぜ気持ちいいのか、なぜやめられないのかについて、まだまだ紹介できていない部分が多いです。おすすめの本ですので、ぜひ読んでみてください。いつも通りリンクは下の概要欄に載せています。というわけで、今回の知識が何か少しでもあなたの人生の役に立てれば幸いです。このようにこのチャンネルでは本の解説と人生の役に立つ知識の紹介をしています。最新の動画を見逃さないためにも、ぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。